仁博士の体に負担をかけないヘッドバンキング。2014年7月16日東京 MX テレビ5時に夢中に出演いたしました。体に負担をかけないヘッドバンキング、コメンテーターはモデルのアレクサンダー、すっかり意気投合しました。ダンサーはヘッドバンキングと同じ動きをしますけども、コントロールする術を知っています。これからも体に負担をかけないヘッドバンキングを伝えていければというふうに、そんなことを考えています。Spread